も中野区のジャンプです。えっと、井上直弥選手とね、ノイントドネア選手の試合見て、せっかくだから感想を言いたいと思って、いや、ものすごくいい試合で、もう年間最高試合にもう選ばれてもおかしくないんじゃないかなっていうぐらいの激闘だったと思いますね。やっぱ僕をはじめ、もう井上直弥が前半で、あの、ドネア KO するって思った人ほとんどだと思うんですけど、 まさかね、ドネアがこんなに頑張るとは思ってなくて、なんで、あの、ドネアがこんな急激に強かったのかなってちょっと思ったんですけど、二つあって、やっぱ一つは、もう階級がね、バンタム級がドネアの適正階級だったっていうことだと思うんですよね。あの、複数階級制活するために、あの、フェザー級まで上げてたんですけど、やっぱフェザーまで行っちゃうと、あの、相手の身長とかも高いし、パンチ力もやっぱその分強くなるし、耐久力がね、やっぱ全然違いましたよね。 あと2番目はね、やっぱモチベーションだと思います。僕もなんかいろんなボクサーの人に聞くんですけど、モチベーションでやっぱり結構左右されるっていうことが大きくて、やっぱ今回はあの、モンスター井上直也が相手だったっていうことで、試合にかける意気込みとかも違くて、もちろん、試合中のモチベーションはもうマックスだったと思うんですけれども、そこに向かうまでの練習の気合とかもやっぱ違かったと思うんですよ。 やっぱ相手が弱い選手とかカマせるだったら、やっぱ練習量もやっぱ普段より減ると思うし、やっぱ走り込みの距離数とかもね、あの、もしかしたら短くなってる、まあドネアみたいな一流の選手が、その油断することは誰が相手でもないと思うんですけれども、やっぱりそこのモチベーションの差は大きかったと思いますよね。試合に向けての練習の量とか熱量も今回は高かったんだと思います。だからもう一切スタミナも切れてなかったし、そんなにね、11ラウンドダウンしたけど、それ以外で効かされてるシーンもそこまで僕はなかったと思うんですよね。 どっちかというと、やっぱり井上直弥の方が、どんなのパンチ効かされてて、あの、ヘロヘロだったなっていうふうにちょっと、7、8、9、10ぐらいちょっと持ってますよ。うん。やっぱりそこの差が一番大きかったと思いますよね。で、あの、今後やっぱり井上直弥がどうなっていくかなって思ったときに、やっぱ僕は次は WBO のテテと統一戦するんじゃないかなと思ってて、で、まあ、試合終わった後、あの、会見でね、社以上で、あの、 弟が負けたから、ウーバーリーとやりたいっていうふうに言ってたんですけど、まあ、ウーバーリーは、多分次は、ネリとロドリギスの勝者と、指名試合やるっていうことほぼ決まってるんで、まあ、ネリと、僕はネリがそこロドリギスに勝つと思って、僕さらに言うと、ネリとウーバーリー決まったら、ネリが勝つんじゃないかなと思ってるんですよね。そしてネリと井上尚也で、あの、頂上決戦するんじゃないかなとはちょっと思ってるんですけれども、まあ、今後どうなるか。まあ、ドネアも、 あの、試合後、井上直江に対してね、あの、階級上げると、もしかしたらそこで階級の壁にぶつかるかもしれないけれども、バンタム級に留まるんだったらずっと勝ち続けられるだろうっていうふうに、あの、どねが言ってて、やっぱり階級の差っていうのは大きいから、まあ、井上直江が、あの、バンタム級4段単に統一した後に、上に上げるか、留まるかっていうのも僕はちょっと一つ注目だと思ってるんですよね。で、あの、井上拓真も、あの、セミファイナルでちょっと負けてしまったんですけど、まあ、兄貴が、 リング上で敵取りたいって言ってる時に、ちょっとやっぱりそれは複雑な気持ちだったって言ってるんで、やっぱあの、たくま、井上拓馬が今後リベンジ、ウーバリンにリベンジするっていう可能性も全然あると思いますね。でちょっとセミファイナルもすごいいい試合だったんですけど、あの、やっぱりあそこはウーバリのがやっぱり2枚から3枚ぐらい終わってだったと思いますね。ポイントの取り方、 っていうか、あのー、サウスポーの利点化した左ストレート連発してたんですけど、やっぱ常に、あのー、前に出てる方の足を、やっぱ井上拓馬の外に置いてて、あのー、左ストレートを当てる、その距離感と、やっぱ位、位置、取りがね、すごいうまかったなと思いまして、開始の右服はね、あんまほ,ほぼなくて、あのー、リードブローの右ジャブもあんま少なくて、いきなりの左ストレート連発してたんですけど、まあ、それが結構見事にはまって、何回も、 当たたっってててやっぱ詰めめるとか集めてたしフルマークの、あの、ジャッジが一人いたけど、あれはちょっとやっぱりひどくて、やっぱ5ラウンドと12ラウンドはもうどう見ても井上拓馬が取ってて、僕ねもう1ラウンド6とかも取ってたんじゃないかな。まあ、あの、結局は負けてるから意味ないだろうと思うかもしれないけれども、まあ、1ポイント差とかでね、負けたったら抗議するべきだと思うんですけど、でもね、今後に繋がるために、これはね、ジャッジにはやっぱ抗議しといた方がいいと思うんですよね。あの、 フルマークはさすがにないと思いましたね。では、今後はね、やっぱり兄弟というか弟がやっぱ再起して、バンタム級で、やっぱ、うん、リベンジしていくっていう物語も面白いと思うんですけど、まあまあ、規定路線で言うと、稲尾直也が WBO のテテとやる。で、WBC のチャンピオンとやる。4団体統一するっていうのが、今後の流れだと思うんですよね。 やっぱりでもああいう試合いっぱいやってると、やっぱりあの、ボクシング界盛り上がっていくからいいと思います。12月ね、23日には、村田良太選手、ケンシロウ選手、えー、八頭昭選手ですね。3人の、あの、世界チャンピオンのトリプルタイトルマッチも決まってるから、今回に負けないぐらい熱い試合して、ボクシング界が、どんどん盛り上がっていけばいいなと思います。以上です。